板手村につきましては20の行政区に分かれているんですけれども、19行政区につきましてはすでに避難指示が解除されておるんですけれども、こちらは中園行政区というところになりまして、こちらだけですね唯一まだ避難指示が解除されてないというところになります。この中ではですね、除染ももちろんやってますけれども、除染で剥ぎ取った土を再生利用するという事業をやっております。これにつきましては住民の皆さんのご理解をいただきまして進めているといった事業になっております。再生資材を使った時のイメージが、再生資材をですね、原地盤の上にこうかさ上げ材として使いまして、その上に汚染剤でない通常の覆土をするということをしています。でその上に将来的には作物を育てるといったことが行われる予定であるということでございます。この事業のまず背景から申し上げますと、実はですねこの事業は住民の皆様から、飯舘村様を通じてこういった事業をやるということをご要望をいただいて始まっております。でご要望をいただいたことをもとにしてですね、こういった再生資材を使った事業を通して、飯舘村中園地区の農地をこう再生していくといった取り組みをやっております。ですのでこちらで再生資材を使うことによりまして、農地が今までよりもですね使いやすく広大な農地になりますので、中園の皆さんでですね農業再開できるようにですね我々の方でこういった事業をやらせていただいているというところでございます。除染で剥ぎ取った土をダンプで運んでまいりまして、このトラックスキャンと呼ばれるところで濃度の確認をしています。そこの横にですね測定器がついてるんです。まさに見ていただいたのが1481ベクレルパーキログラムを表示されてますよね。なのでこれは2000よりも下回っているというのが分かったということです。このトラックスキャンで基準値よりも下回っている値というのを確認したものについては、大型土の搬送コンベヤというところにバックホーを使って載せていきます。テントでまず触れ込んで入った土をこう破きます。でこれは水の力でウォータージェットというものがあるんですけれども、それで触れ込みを破いて中にある土を出します。 0.1mmCなので、まさに女性が入った土なんですけど、こんなに低いこれってどのぐらいのレベルかというと、世界の主要都市と同じぐらいのレベルです。出した土につきましては、こちらの大きな施設の中で、一言で言いますと、石とか枝とか大きなものが入ってますので、そういった土に含まれている異物ですね、ゴミとか異物、そういったものを取り除くということをやっております。これ枝、はい、枝というかもう木ですよね。はい、これビニール袋、はい、これ石です、はいはい、これも異物なんです、はい、こういうのは絶対に用意。こちら集中監視室というところになりまして、はい、こちらにつきましては内部の作業をですねチェックをしているところになります。例えばその危ないような作業をしてたりとかですね、はい、そういったことがあればここで緊急停止もできるようになっています。さらにこちらに来まして、再生資材一時置き場というところに入りまして、こちらに製造したですね再生資材が一時保管されるということになります。こんな感じですね。これがもう再生資材なので、これはもううちのかさ上げ材として使う感じですね、はい。ここで溜めておかれた再生資材につきましては農地の方の基盤材として使わせていただくということになります。
それが一連の流れでございます。ここで作った再生資材をですね、ここのかさ上げ材として使いまして、はい、でその上にこう複動してですね、はい、で農地になるという形になります。でこれが完成のイメージなんですけれども、はい、こちらの道路と河川がありまして、その間にですねこういった開けた農地になるようなイメージでございます。なるほど、はい、福土まで終わったエリアになるんですね。なのでもともと道路よりもかなり低い農地だったところが、この再生資材を使うことで草上げをしてですね、で、農地の道路の高さに近くなるので、はい、重機とかですね、農機具がこう入りやすくなるんですね。なるほど。そうするとこう作業効率が上がりまして、はい、農家さんとしてもこう使いやすい農地になるんです。なるほど。って抵抗あると思うんですけど、はい、実のところ、はい、実際見てみると4分の3はもう再生利用できるぐらい、はい、ここ下写真写ってます、はい、長泥住民の皆さんなんですけど、はい、さあこちら週2回ですね、はい、住民の皆さんと一緒に実は作業していまして、はい、で農業のやり方とか、はい、業者ももちろん農家の人としては及びませんので、はい、そういろいろご指導いただくことがですね、はい、今度は食べ物をやってみたいと住民の皆さんからのお声いただきまして、はい、令和2年度から、食べ物もやってみたと、はい、でそしたら、基準値を大きく下回るレベルであると、はい、基準値が100ベクレルに対して、はい、大きく下回る値ということで、はい、0.1 から 2.5 ベクレルパーキログラムと、でこれが検出下限値未満とされうる値というのがこのレベルということになります。再生資材のそのままに植えたものっていうのをやったんですね、はいはい、なるほど。でもその濃度っていうのもやっぱり基準値を大きく下回るというのが分かっているので、はい、まあ、基本的には何か影響のあるようなものではないと思います、はい、やはりこちらの再生飯舘村内の土を使って農地を再生するということになりますので、まあ、そういった使い勝手の良いですね農地に再生するということで地元の方からも期待をいただいてですねこの事業をやっていると理解しております。またこの事業っていうのは唯一この世界でここでしかやってない事業になりますので、そういった先駆けたですね事業として住民の方もですね意欲を持ってですね一緒に取り組んでいただいているというふうに理解をしております。いやもう放射能は出ないっていうのはこれはなもう5000ベクレル以下だろう、ほとんどの作物はね移行さないっていうのは分かってることだけれども、はい、まず何ていうの日本住民がな、はい、納得せないと思うんだけども、はい、本当に実証実験 やる俺らとしては、はい、安全安全って分かるけども本当に食べて安全なのかってやれるこの分かるまでは時間がかかると思う、はい、納得って言ったらいいか分かってもらうには。でもこうやって先行していろいろな考えいろいろなこと言われるけれども先行して やんないと進まないと思う。これは正しいとか間違ってんじゃなくてこれは答えは30年50年後でいいから今はいろんなことをやらせてもらって